カウンセラーの山手美です。今日は今ここで今日何日目もう5日目もう5日目金曜まだ5日目もうなんかこうやってなんかあの修行モードに入ってると なんか本当にまだもう6日目あれちょっと待って5日目かな多分ね5日目ぐらいなんですけどまあいろいろありました。もう私の未消化な感情で怒り狂いで、やっぱりあの面白いですね。で、昨日かそのこのプログラムっていうのは3900人かな4000近くの人があのこの瞑想会っていうの瞑想会っていうかね今このプログラムは参加してくださっているんですよ。で、まあ、その人たちと一緒に夜朝瞑想朝お茶飲んで瞑想夜も瞑想なんですけど朝夜って言ってワークがあって夜に、まあ、その人たちと一緒にみんなで祈るですね。平和とか、まあ、平和っていうのかなまあいいや祈るんですよ。でそれのワークが、まあ、何回かできなかったんですね。だからそのいきなりインスタのグループから抜けさせられたりとか私何もしてないのにブチって切れていきなりフォロー外されてたりとかあと2日目はお風呂に入りながらお茶を飲みながらそれを聞いててお風呂でこれをやったら最高やとか思って3900人の祈りなんてすごいとか思いながらやってたら今度はあの紅茶をここに置こうと思ったらそのコップがガガガって怒って割れちゃってまたそこでうわやばいとか思ってそのグラスをまず買う、すごいお気に入りだったんでもう絶対アマゾンで買おうとか思っていろいろ探してアマゾンで売ってたんでイギリスから送ってもらうでなんかでまたできなかったんですよ。でやっとできるってなったのが、まあ、2日後の夜ぐらいだったんで昨日の夜だったかな。でまあなんか昨日の夜は問題なくできるみたいな感じだったんですね。もうほんと神の采配かって思うぐらいもうお前はなんか荒れてるから入れてやれないっていうぐらいだったんですよ。もう怒りっていう感じはなくなったんですけど、まあ、家族はビビってる娘とか異様にいい人になっちゃってなんか朝さおはようとか言ってもさ無視されたりするじゃん。あの思春期の子だからうっせえばばみたいなさすがにそれはしなくなったで、まあそれはいいとして自分の中の問題だからそのやっていってその今までの私の人生というかとか、まあ、その輪廻転生だけじゃないけど何回も同じ人生をいろんな人生を送っている中でのそのやっぱすごい感情の揺れ動きみたいなのが見えた時に瞑想した時にやっぱねこの感情っていうのがリアルなのね現実を持たせてくれるっていう。だからなんかすごい悲しいとか悔しいとかそういう感情がやっぱり当たり前だけど人生には苦しいとか寂しいとかが あるじゃないですか。その感情をその時その時に味わうことがリアルでやっぱりそれさえも愛おしい感情って大切なものだっていうことがなんか一層腑に落ちて分かった今回私のなんかだからその嫌なことって勝手にトラウマだとか嫌なことだって思うじゃないですか。でもその感情を味わうためにそのことが起こっているからもちろんその出来事をどう取るかはその状況によって違うんだけどやっぱりそのそういう同じ出来事でもいいと思えるか悪いと思えるかっていうのは本当に人によって違うしそれは生き方とかによって違うんだけどでもその時に自分がにもらった感情っていうのはそこでしか味わえないものなんだということなんですね。でそれが生きている意味なんだっていう感じだった。なるほどみたいな。なんかだからそのカウンセリングとかやってても本当二元性じゃないけどいい思いばっかりしようとかこれをやったら得するとかなんか勝ち組になりたいみたいなこの何やっても成功したいみたいなのがあるじゃないですか。当たり前だけどでどうやったらそういう風になれるかとかどうやったら気分よくいられるかとかやっぱりなんかずっと気分よくいたらなんかいいものを引き寄せるからとかなんか似たものそういうことではないんだなみたいな感じです。もちろんこの瞬間に自分がなくなるとしたらっていうかその
世界が終わるとしたらっていう生き方ってすごいんですよ、はっきり言って。なんかね、びっくりした。本当にたまに時空間が崩れるみたいな感じなので、これはちょっと難しいなと思った。やっぱり、この瞬間に終わるっていうことは、いろいろとね、1時間後に終わるとかっていう選択って結構、自分にとって気が楽になるっていうのは、その人目を気にしなくなるんだけど、一瞬後に終わるとしたらっていうと、もうね、なんかね、自分がなくなるんだよねっていう話なんですよ。だって一瞬後にもうないわけだから、自分のエゴみたいなものを取り外す。だから、そのもちろん今どんぐらい気持ちよくなりたいかっていうことなのね。で、今何をしたいか。だからすごい自分にも優しくなったし、例えばなんか本当一日中お茶飲んでるっていうか、なんか今日買い物に行って、外に行って帰ってきたんだけど、なんかどうしたいって聞いたの、その国宝ベイビーちゃんにしたら、あーもう疲れた買い物した時にあーもう疲れた、もうお茶飲んでゆっくりしたいわ私みたいになって、でもお茶飲んでゆっくりしようと思って、そのままお茶準備しながらちょっと買い物を整えたりとかして、お茶こうお水飲んで、レンジジュース飲んで、今紅茶飲んでる、お茶っていうか、ハイビスカスティーみたいなのを飲んでるんだけど、何言ってますか、そうハイビスカスティーとかも飲んでるんだけど、その今この瞬間、どうしたいっていうのを本当に何度も何度も聞く。でもこれをさ、1分後にどうしたいじゃん、お茶とかって。でも本当にこの瞬間なくなるとしたら、自分がいないから、やっぱいないやんみたいになるのよね。その感覚を手に入れれる瞬間っていうのがあって、なんかね、半端じゃない、そのエネルギー感が。なんかすっごいね、なんかね、本当にこの世のものとは思えない世界に入っていくっていうことが分かったんだよね。ちょっと時空間の歪みみたいな、すごくね。それで娘と会ったりとかして、娘ビビられてるんだけど今ね。だから今まで思ってた、私が思ってた、なんか悟るっていうか、悟るとかとちょっと違うんだけど、ほらよくさ、優しくなるとか、結構ね、ヨガのレッスンの後とかってそれからなんだね、人徳的な人間になるみたいな感じがあって、ちょっとね、それとは違うの。そういうもん、こうやってどうでもいいんだよね、そんなの。人徳とかって、やっぱ人徳っていうのはさ、人によく見られたいじゃん。やっぱ、お寺の和尚さんみたいな感じみたいな。結構私、そういう、なんていうの、なんか、のは感じることができてたんだけど、そうじゃないんだ、みたいな。もうないんだ、自分が、みたいな感じの。でもね、そう。だからこそ、その、感情に飲み込まれちゃうときに、リアリティを持って悲しめるとか苦しめるっていうことが、まあ、それさえもやっぱりエンタメじゃないけど楽しみたいになるんだよね。うおみたいな。でもね、実際だから本当、いろいろワークがあるんで、今回今週末に本当にみんなで楽しみたいと思ってますが、こっから始めようと思っているんだけど、ちょっとインスタの練習もしなきゃと思って、インスタでも発信していこうと思うんですけど、究極だなと思いました。今この瞬間世界が終わるとしたら、あなたは何を選びますか。で、言いまし、この瞬間が終わるのが難しい、だから難しいとしたら一呼吸だよね。この呼吸でもさ、最後の呼吸っていうのはみんなあるわけじゃん、生きてるうちで。この呼吸が最後だとしたらどうするっていうことだよね。だから一呼吸吸って吐いた時に死ぬってなったらどうするのっていう、何を選ぶっていう、究極じゃないそれ。だからね、もう死んでるから死にたいとかも思わないんだよ。だって一呼吸後に死んじゃうんだから人間みたいな。死にたいってさ、やっぱよく言うけど、期待や希望があって死んで楽になりたいけど、死んじゃったらおしまいだからさ、ゼロやん、無じゃん。
そうだからね、それ そのイメージングっていうのがその瞬間瞬間にできてたら別にもう死にたいとかじゃないんだよね。え、だって死んでんじゃん毎週毎週みたいになっちゃうじゃん。恐ろしいや、この瞬間を。まだちょっと、もうちょっとかなって感じでもね。なんと今回すごいことに1週間のプログラムだったのが2日休んで15日からまた1週間冬至じゃなくて何あの春の訪れと一緒にまで1週間伸びたの。やるのがもう1回回すっていう話だった。そう、今ここグラムプラグム前パート2っていうのをやってくれるっていうことでまだまだ続いて、でもね習慣化しないとしょうがないんだよね。こうやっぱセミナーとかってさ、なんかこうさお話聞いてうわって盛り上がるじゃん、まあ、カウンセリングもそうなんだけど、要するにやっぱそのさ、これがさジュワってさ当たり前だけど下がっていくやん。だからね、自分ってやってるの。私もそうなんだけど、今そのお話は聞いてるんだけど、お話を聞いたりとかやる時間はもっつけてるんだけど、自分でやり続けるしかないんだよ。それがすごい面白いなと思っていて、いやいや、ぜひぜひ、あのその全ての私たちが経験してきた経験プラスその経験に伴う感情っていうものは宝であり、そしてこの世界っていうのは常に死んでいる。なんて言えばいいんだろう、すごい面白い面白い。もちろんそのだからね、あのはっきり言えば大きい望みみたいなものは出さないじゃん。だって1ヶ月後にこうなってたいっていうのはもう死んでるから、その時。だから何かが欲しいとかやりたいとかそういうことではないんだよね。別にそれがなくなるわけではないんだけど、その日曜日に私もそのヨガレッスンしたいと思っているから。ただしぶつ切りなんだよね。ただ今私でそこをね、なんかで、ね、ちょっともうちょっと極めてみます私は。ということで、ぜひぜひ皆さんと一緒にやりたいと思っていますので、今ここプログラムヨガレッスンでお会いしましょう。また。